ヨーゼフ・ベルヒトルト、ヨーゼフ・ベルヒトルトは、ドイツの政治家。国家社会主義ドイツ労働者等の親英隊の第二代、親英隊上級指導者、初代親英隊全国指導者、バイエルン王国、インゴルシュタット出身。ミュンヘンの小学校とギムラジウムを出た後、第一次世界大戦中の1915年春に、バイエルン王国陸軍に入隊。西部戦線へ出征した。 1918年に戦争が終わった直後に予備役勝尉に昇進した。また戦争中に二級鉄十字勲章とバイエルン軍港十字章を受賞している。1920年2月に国家社会主義ドイツ労働者党へ入党。はじめフランツクサーバー・シュバルツと共にナチ党の会計責任者をしていたが、1921年7月29日に一時ナチ党を離れた。 1922年3月7日に党に戻り、突撃隊に入隊した。ミュンヘンの突撃隊の様々な100人部隊の指揮官となる。また1923年にはミュンヘンでタバコと文房具の販売店の経営を行った。1923年8月には党首・ヒトラーの警護を任務とするアドルフ・ヒトラー特攻隊の指揮官に任命された。 1923年11月のミュンヘン一期の失敗でオーストリアへ亡命した。亡命中の1925年に再入党。1926年4月にドイツへ帰国。1926年4月15日にユリウス・シュレックの公認として新英隊の最高指揮官である新英隊上級指導者に就任。1926年11月1日に 新英隊上級指導者の職名は、突撃隊最高指導者、フランツ・プフェファー・ホン・ザロモンにより、新英隊全国指導者に変えられた。就任当初は、シュレックより、ラジカルであると期待されたが、思う様に手腕を発揮できないまま、翌1927年3月には、エアハルト・ハイデンに、新英隊全国指導者の地位を譲った。以降は突撃隊に戻り、 新衛隊から完全に離れた。突撃隊の階級は、1931年に突撃隊、大佐、1933年に突撃隊、上級大佐、1934年に突撃隊少将、1937年に突撃隊中将、1942年に突撃隊大将と上っている。1927年1月から、 党の機関士であるフェルキッシャーベオバハターの主筆になった。1934年にミュンヘン一期参加者として地の勲章が授与された。1936年から国会議員となり、1945年5月8日のドイツの敗戦に伴う国会の消滅までその地位は保持している。文化帝国評議会や突撃隊文化サークルのメンバーにもなっている。 1940年4月29日からは、予備役隊員として陸軍に勤務していた。1945年、オーバーアップファーフェンホーフェンで、連合軍に逮捕され一時拘留された。1962年8月23日にヘルシング、アム・アンマー勢で死去した。ありがとうございます。